「芸能人が知らない国道1号線で見かける大人気店」「チェーン店の聖地愛知のやりすぎグルメを徹底調査」「年間来客者数1億人」「日本一の喫茶店チェーン米田コーヒー店が東海地方に出店している和風喫茶」「大人気のやりすぎスイーツとは？」何ですかこれ。初めて見たこんなの。さらに愛知県でバカ売れ、日本一のカレーチェーンココイチが仕掛けるあんかけスパゲッティ専門店。人気の秘密は超熱々、県民を虜にするやりすぎ戦略とは。何これ、やりすぎ。そして国産黒毛牛が一皿473円、年商150億円超えの巨大焼肉チェーン店。うまー、お手本中のカルビ。お手本中のカルビってやりすぎや。潰れない店、日曜夜7時。ちょっと